楽天証券資産づくり研究所、副所長兼ファンドアナリストの篠田です。えー、本日は株式投資アカデミーご参加いただきありがとうございます。えー、新 NISA 活用株を使ってステップアップということで、す、え、で、ー、にたくさんご質問いただいておりますが、本日は新 NISA で、まあどのように株式と、あと少しですね、せっかくなので投資信託の併用方法についてもえお話をしていきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。はい。 まず本日の流れですが、株式投資アカデミーでは初めて新 NISA についてお話をさせていただくということもありますので、新 NISA の制度について最初に簡単に触れておきたいと思います。で、またその上で、おそらく、まあ、この辺ですね、皆さん非常にご関心おありのあのポイントだと思いますけれども、具体的に銘柄を選ぶときの心得心構えについても見ていきます。また、あの資産形成。 のための、あの、やはりニーサは制度ですので、まあ、その観点で積み立て投資の心得というのもお話をしていきたいと思います。特に2番と3番に関しましては、よく、あの、日頃ご質問をいただく内容というのも盛り込んでまいりますし、あとぜひ、あの、本日ももうすでにご質問いただいておりますけれども、わからないことがあったらぜひご質問をお寄せいただけましたら、えー、可能な範囲でお答えしていきたいと思います。えー、それでは始めさせていただきます。 まずは新ニーサ制度についてです。こちらもすでに楽天証券のホームページでも制度そのものについてはご案内を始めておりますが、具体的には2024年、来年の1月から新しくニーサ制度、こちらが始まります。 ちょっと簡単に、ま、あのタイムラインでですね、個人のその資産形成促進のための制度、まあ、どのようにこう変遷をしてきたかというところを少し見ていきたいと思います。投資信託そのものは実は歴史は日本でもそこそこ長いんですね。1950年代に投資信託の原型となるものは誕生していまして、えー、今日までこれだけあのたくさんのバリエーションの投資信託というのは存在しているわけなんですけれども、日本において資産形成を後押しするための公的な 制度というのができたのは、まあ、およそですね、あの2000年前後、特にあの日本版の401系今のイデコですね、確定拠出年金の原型ができたところまで遡ります。約20年前です。で、そして約10年前、2014年にニーサ、一般ニーサと今は呼ばれているものですけれども、こちらが始まりまして、5年前の2018年に積立ニーサが始まりました。 ニーサそのものはイギリスの制度をモデルとしていまして、そのイギリスでは1999年にこのアイサというニー s の元々のモデルとなった制度が実は始まっています。で、非常にちょっと面白いのはですね、この新ニーサ来年1月2024年から始まるわけなんですけれども、実はイギリスも1999年から10年経ってこの アイサの制度というのは見直されています。ですから、10年があの一区切りになっているようなのは、まあ、これは日本も同じだということです。えー、もう結論的なところ、皆さんもご存知だと思いますけれども、新ニ s a になるにあたってですね、非常にその、まあ同時、一見するとこうちょっと制度が複雑になるようには見えるんですが、自由度が非常に高まります。これは裏を返すと、それだけ皆さんが選択をしないといけないこと、まあ、ご自分で考えなきゃいけないことも増えるということですので、 今日は心構えを中心にお話をしていきますので注意ポイントも含めてぜひそのあたりをちょっとチェックいただきたいと思いますはい。 では、ま、新 NISA ですね。三つのポイントをチェックということです。えー、ポイント三つです。一つは、投資上限枠の拡大です。現行積立 NISA は年間40万円。一般 NISA は120万円の非課税枠が設定されています。これが、新 NISA になりますと、実はこの積立と、あと今でいうところの一般 NISA、これが併用できるようになりまして、現状はどちらかをお選びいただく形になってますが、併用いただけて、積立投資枠という いう形で年間120万円また成長投資枠これが今の一般にいさに近い形ですけれどもまその枠が年間240万円まで拡大されますこれ合計しますと年間360万円の非課税枠が皆さんに付与されるという形になります でさらに二つ目ですね。非課税期間が無期限化されます。これはどういうことかと言いますと、そもそも NISA 制度は2014年に始まった時に期間限定の制度として始まりました。これが制度そのものが恒久化されます。つまり今後もういつ始めても NISA 制度はずっと使えるということです。でまた非課税期間に関しましても、積立 NISA は最長20年。 一般 NISA は最長5年と、この非課税期間もある種期間限定のような形になっていたのが、これが両方とも無期限になります。まあ何度も申し上げるようですけれども、2024年の1月から始めなくても、ご自分のタイミングの気持ちがですね、えー、まあきちんとこの NISA について理解できて、そろそろ始め時だなと思った時から始めていただいても構わないということですね。焦らなくても良くなるというのは大きなポイントだと思います。 そして三つ目、えー、成長投資枠が新設。もうすでにちょっとお話をしましたけれども、で、さらに、障害非課税限度額の拡大という、これ、まあ、後者の方が結構大きいんですけれども、えー、何度も申し上げてますように、積立 NISA と一般 NISA、これは今どちらかをお選びいただく形になってます。これが新制度になりますと、事実上両方同時に、あるいはまあ一緒に使っていただくことができるようになります。 で、その合計額が年間360万円だったということですね。で、積立投資枠、成長投資枠、こちらを合わせて1800万円という障害非課税限度額というのが皆さんそれぞれ付与されます。1800万円ってかなり金額としては大きいと思うんですけれども、これがトータルで皆さんそれぞれ非課税枠として付与されるということです。で、内訳を一応申し上げておきますと、成長投資枠に関してはこの1800万円のうち、 1200万円が上限になります。積み立て投資枠。これはまあ全部あの積み立てをしていただくことで1800万円丸々使っていただいても結構ですし、えー、最高で1200万円の成長投資枠も併用いただいても結構です。 ま、その場合は、積立投資枠を600万円使うようなイメージになります。もうちょっと、あの、具体的にこの後見ていきますので、今の時点でちょっと頭こんからかっちゃってるという方もご安心ください。でまた少し、あの、文字が小さいんですけれども、この積立投資枠、成長投資枠のえ中ですね、カッコ書きのところをご注目ください。売却すれば、その分を新たに非課税で投資可能というふうにあります。 で、成長投資枠のところも同様ですえ。先ほどちょっと触れましたように、積立投資枠と合計で1800万円までになります。で、また売却すればその分を新たに非課税で投資可能。実はこのちょっと小さいテキストで書いてあるこの部分が非常に大きなポイントだと個人的に思っております。もうちょっと詳しく見ていきましょう。 ここもちょっと結論めいたことをスライドの、えー、一番上に書いてありますけれども、自由度の高い成長投資枠、ここをどう使うかが新ニーサの鍵を握ると思っています。 はい。まあ、攻略法の一つというイメージですね。で、こちらは楽天証券のホームページに出ています、新ニーサの制度概要について簡単に表でおまとめしたものです。まあ、例えば、上の方のですね、対象者ですとか、講座開設期間。まあ、このあたりはそんなにあの違和感はないかと思います。まあ、強いて申し上げるなら、対象者のところ、ジュニアニーサ制度は今年の年間内をもって廃止されますので、えー、日本にお住まいの18歳以上の方、成人の方であれば、どなたでも 原則新ニーサは口座を開設いただくことができます。でまた口座開設期間、えー、先ほども申し上げましたようにもう制度そのものが高級化されますのでいつでもできるようになります。もうすでに楽天証券で積立ニーサですとか一般ニーサの口座をお持ちの方に関しましては新ニーサの口座こちら自動的に開設がなされますので、えー、基本的に口座開設に関わる別途のお手続きは不要です。 で、まあ、非課税保有期間、先ほど申し上げましたように、こちらは無期限になります。で、制度の利用なんですけれども、これも何度も申し上げてますように、NISA の制度内で積立投資枠と成長投資枠を併用できます。で、えーまあ、ですので 当初はこれ実は制度の概要についてこういろんな情報が出てた時は最初積み立てをしてからじゃないと成長投資枠を使えないというふうに言われてたような時もあったんですけれども最終的にはこれえ併用ができるでまた積み立てを使わなくても成長投資枠だけを使うこともできますあるいは 積み立てで全部その枠を埋めていただくということももちろんできますので、この買い方ですね。まあ、こういったところも自由にご自分で配分をしていただくことができます。ちなみに成長投資枠はこちらは一括投資ももちろんできますし、積み立てもできます。ですので成長投資枠の中でさらに積み立てと一括投資を分けていただくことも可能です。 そして、えー、次がですね、まあ、本日の特にセミナーの大切なポイントになってくるんですけれども、投資対象商品です。 積み立て投資枠は現行の積み立て NISA 制度をイメージしてください。投資対象になる商品は投資信託のみです。かつ、積み立て分散投資に適した一定の条件を満たした投資信託に限定されます。すでに商品一部公表されておりますけれども、基本的な考え方としては、現状の積み立て NISA の対象商品は、この積み立て投資枠の対象になるとお考えいただいて差し支えありません。 一方、成長投資枠ですが、こちらは、まあ、あの、何度もその自由度が高いと申し上げている通りですね、えー、投資信託も、この積み立て投資枠の消費ももちろんお選びいただけますし、それ以外の様々な地域であったり資産、あるいは運用方針を掲げた投資信託が幅広く対象になっています。また、株式。 ですね。本日は株式投資アカデミーですけれども、株も対象になります。これは国内株式 ETF、また米国株など海外株式も対象になります。ですので、まあ、こうした観点でもですねえ、成長投資枠という名前はついていますけれども、個人的にはここ自由投資枠というふうに言った方がしっくりくるのではないかなと思います。まあ、商品の選び方というところもそうですし、あと一括と積み立ても併用できますから、まあ、そういった意味でも買い方についても重要 にこちら調整ができるということですね。ま買い付け方法この下に書いてある通りです。はい。でまあ、年間投資枠もこれも繰り返しになりますけれども積立投資枠120万円で成長投資枠が240万円というふうになります。で非課税保有限度額が1800万ということです。で売却するとその投資枠翌年以降に再利用が可能となります。でここちょっと見ていきたいと思います。 で、これ実は、あの、売却すると、投資よく翌年以降に再利用可能というのは、あの、それは株式、特に株式投資家にとっては非常に朗報だからなんですね。あの、積み立てをされている方、投資信託の積み立てをされている方ですと、基本的にはもうずっと積み立てをして続けていくというのが原則になっていると思うので、あんまりこの点ピンとこないかもしれないんですけれども、株式投資をされている方ですと、実はここって非常に使い勝手が良くなるポイントになります。どういうことかというのをちょっと図を使って、 ご説明いたします、えー、先ほど、あの、ちょっとお話しましたように、成長投資枠240万円、積立投資枠120万円、合計360万円が年間の非課税限度額になります。まあ、積立投資枠はこちら投資信託だけになりますけれども、一応ちょっと便宜上、これは両方マックスで使ったと仮定して表が作られています。 えでまあ2年目、3年目、4年目と、これ累計でたまっていきますと、5年目に1800万円を使い切る計算になります。えー、現行の一般ニーサですとか、あと積み立ニーサですと、ここ使い切ると、まあ、終わってしまうと。 いうのが制度の制約としてあったんですけれども、新任者になると、ここ売却するとまた枠が復活します。具体的には翌年に復活します。ですからこのケースで申し上げますと、5年目で1800万円すべて埋まります。そうしますと、これ、まあ、あの、ちょっと便宜上ですね、わかりやすく1800万円すべて売却したと仮定しますが、 そうすると、この濃い青とグリーンのところゼロになります。で翌年、6年目というところをご覧ください。ここで、また1800万円が復活して、240万円、120万円マックスで投資できるようになると。これが新ニーサの結構大きな制度改革の一つになります。 ですので、使いながら増やすということが前提になってくるということですね。今まであの特に積み立て NISA ですと金額が小さかったので、基本的なメッセージとしては、とにかく積み立てを続けてください。というのが大きなメッセージでありました。 し、実際にその売却をしても枠は復活しなかったので、えー、なるべく売却をしないでくださいというふうにも言われておりましたが、来年からはこれが売却すると復活するというふうになりますと、ある意味そのライフプランニングですね、あのもう含めて、やはりどのようにお金を管理していくかという観点も必要になってきますので、この辺もちょっとぜひ覚えておいていただきたいと思います。ポイントは翌年以降というところですね、株式投資をされている方ですと、なんとなくすぐ復活してほしいような イメージを持たれるかもしれないんですけれども基本的には翌年以降となりますこの反映されるタイミングについてはえまたあの詳しい制度の概要ですね判明次第皆さんにもこう公表していきたいと思いますのでちょっとこの辺りはお待ちいただければと思います はい。では、ま、このように枠が復活するとなりますと、では、ま、ちょっと頻繁な売買、トレーディング的なことを、あの、積極的に売り買い、これ、した方がいいんでしょうかとか、あるいはしても良いんでしょうかというご質問をいただくことがあります。で、その点についても、ちょっと触れておきたいと思います。えー、これですね、あの、資産所得倍増プラン、岸田内閣が掲げている、この資産所得倍増プランの中の一つの枠組みが、え、新ニーサなんですけれども、実はこれ、明文化されて まして、どういうやっぱり株式投資のあり方を えー、まあ、政府が考えているかということなんですけれども、まあ、二字の、太字のところを見ていただきたいと思います。中間層がですね、あの、リターンの大きい資産に投資やすい環境を整備すれば、家計の金融資産所得を拡大することができる。まあ、こういう前提がまずあるわけですね。で、また家計の資金が企業の成長投資の原資となれば、企業の成長が促進され、企業価値が向上すると。まあ、こういう考え方が根底にあるんですね。つまり、あの、株式投資、どうしてもこう、インデックスファンドとか、 あるいはこう頻繁な売買をされてるとちょっとこう、まあ、安いところで買って高いところで売るでこれが株式投資どうしてもプライスを追っかけちゃうようなあのトレーディングにはまってしまう方も結構いらっしゃるんですけれどもそうではなくて特にこの新 NISA あるいは NISA の中ではやはり皆さんが投じる資金というのがその企業の原動力となってしっかりそれがまあ企業価値を高めることに活用されるこれが意図なんですね。 でですので、まあ、最後の文ですね企業価値が拡大すればそれが結果的に家計の金融資産所得さらに拡大して成長と資産所得の好循環が実現すると、まあ、こういう,こうイメージがなされてた結果として成長投資枠というのができて、えーまあ、この今の新兄さんの枠組みができたというところですですので安いところで買って高いところで売るこれが原理原則ではあるんですけれども例えばこれを繰り返し やりたい。まあそういうトレーディングをしたいということであれば、あの個人的にはニーサではなくて、それはもう一般的な課税講座でやられた方がいいと思います。えー、ニー s はやはりこういう前提の下で制度が出来上がっていますので、あまりにもその投機的な取引をしたりですとか、まあそういったあの事例が散見されますと、先ほどご紹介したようなこの枠の再利用ですとか、まあこういうところが制約を受ける可能性も否定できません。まあやはりこれが根底にあるということですね。 で、何度も申し上げていることですけれども、やっぱりあの、資産形成を後押しする制度なので、まあ、そこをしっかり覚えておいていただきたいと思います。あんまり投機的な取引をすると、それが結果的に皆さんの首を絞めることにもなりかねないということです。はい。で、続いて、銘柄を選ぶときの心得というところにちょっと移りたいと思うんですけれども、先ほどのやっぱりその積極的に売り買いというのはあまり推奨されませんという、もう一つの大きな理由ですね。これは、あの、NISA の 唯一と言っていいかもしれないです。デメリット。まあ、ここに関係してきます。損益通算です。 え、投資信託で特に積み立てをされてらっしゃる方ですと、ここの概念であまりお持ちでない方も多いかもしれないです。え、実は株式投資、あるいは投資信託でもそうなんですね。この損益通算というのが、通常の課税口座、一般口座ですとか特定口座では利用することができます。何かと言いますと、上渡益、つまり投資信託を売却した時の利益ですね。から、上渡損、つまり損失が発生していて、まあそれを 売却した場合当然損が出るわけですねそこを差し引くことができるという制度がこれが損益通算と呼ばれる制度ですで、実はニーサではこの損益通算はできませんもともとニーサは非課税口座ですので基本的にその利益が出た場合課税がされない税金がかからないという制度になりますのでこの損益通算の概念が存在しないんですね ただ、実際にその株式投資をしていく上では、戦略的に損失が出ているものを、まあ、売却して、利益が出ているものと相殺する、損益通算をするというのも、これも戦略的に使うことができます。ですので、まあ、あの場合によってはですね、この損失が出ている時にあえてタイミングを見て売却するっていうこともできるんですけれども、NISA の場合はこの 手が使えないんです。切り札として損益通算というのができないので、そうした意味では、なるべく損をしない。低空飛行でもいいので、きちんと着実に利益を出し続けるということが極めて重要になります。これはあの よく、これもいろんなところでお話ししてるんですけれども、あの、ウォーレン・バフェット、いろんな名言を残してますが、個人的に好きなのは実はこれです。金持ちになるための2つのルールということで、やはり忘れがちな、あの、ルールだったと思うんですね。ルール1、絶対に損をしないこと。で、ルール2、ルール1を忘れないことということです。で、これ、あの、兄さんに本当によく当てはまるんですね。まあ、絶対にというのは、当然、一時的に含み損が発生することはもちろん投資をしている過程ではありますから、そこは心配をしなくてもいいんです。 ですけれども、やはりあの非常にリスクの高い投資をあえてして、でこう先ほどお見せしたようなこの損益通算をするという戦略が取れないので、低空飛行でもいいので、きちんと着実にリターンを積み重ねていくということがまあとても重要ですよというお話なんですね。でこれはですので株式投資でもこの原理原則が兄さんの場合は当てはまりますので、そこを気をつけていただきたいと思います。でもうちょっと見てみましょう。 はい。で、これなんでこんなことを申し上げているかというと、ちょっと別の視点でお話ししたいと思います。主に投資信託を選ぶときにこれはご注意いただきたいんですけれども、そもそもなんで、えー、まあ、バフェットもそういうことを言うのかというと、えー、これ算数の話です。一度大きく傷んでしまうと、回復までにはその損失以上のエネルギーが必要になるよということです。資産価格が一時的にこう大きく下落してしまいますと、その下落後の価格を起点として回復を目指すことになります。ですから、この図で見ていただくと、 最初100で始まったものが20%下がると80になります。でも、それがまた20%上がっても100には戻らないということですね。現実には25%のリターンが必要になるということですで。当然これはこのドローダウンと呼ばれるんですけれども、最大下落率ですね。これが大きければ大きいほど、その原動力はさらに必要になるということです。 これですから投資信託に置き換えて考えますと非常にそのリスクを取って運用するような投資信託でやはり一時的に何とかショックとかが起きるようなタイミングで3割とか4割とか短い期間で下がる投資信託というのは現実に存在しましたし直近そのコロナショックの前後というのもそういったファンドというのはありましたただやはりこういう投資信託というのはなかなか価格が戻らないですそれはなぜかというともうまさにこれです一度大きく下がるとそれ以上のエネルギーが必要になるという ということと特に投資信託の場合はやはり下がってしまうとです、ね、それだけ資金が逃げてしまうということがあるので100%の資金を使って運用ができなくなる。 まあ株とか資産を買えなくなってしまうので、それが足かせになるんですね。ですからなるべく、まああのこのドローダウンというのを、やはりあの一定の範囲内に収めてリスクコントロールをうまく行っている投資信託というのが有料な投資信託として、まあアナリストとしては普段から分析しているんですね。でもこれ株でも同じことが言えます。やはり大きく瞬間的に下がってしまうと、それだけ皆さんが労力を割かないといけないということですね。 これはリターンの非対称性ということでちょっとお示しすることもできるかなというふうに思います。先ほどは20%の下落ということでお示しをしましたけれども、これが例えば40%ですと回復に必要なリターンは約67%になりますし、5割下がってしまうと2倍の これリターンが必要になるということなんですね。ですから、まあ、もちろん時間をかければ、ゆくゆくは回復するという考え方もできるかもしれませんけれども、やはりこの既存してしまうとエネルギーがそれ以上にいるというのは、 特に、えー、投資信託の運用の世界においてはそうですし、皆さんがポートフォリオを管理する際にも、この原理原則はぜひ覚えておいていただきたいと思います。で、またニーサでは、えー、その損益通算ができないということですね。総裁ができないので、あの、株式投資をする場合も、えー、しっかりとこう、リターンを積み重ねていく。まあ、あの、あまりリスクを取りすぎずにですね、特に初心者の方の場合は、えーまあ、そのあたりも気をつけていただきたいなというふうに思っています。 はい。では、このあたりでですね、ちょっとご質問も、あの、ぜひ見ていきたいなと思います。まあ、まだあんまりちょっと本質的な株の話は、あの、できていないんですけれども、はい。まあ、いろんなご質問いただいてますね。はい。で、えっと、まあ、成長投資枠で個別株買う場合は、国内の銘柄に限りますかというご質問いただいてますけれども、これ、米国株も購入いただけます。ETF も、国内 ETF とかも購入いただけますので、はい。米国株とかも、ぜひ見ていただきたいなと思います。ちょっと、この買い方のところとかも含めて、この後も見ていきたいと またあの枠が復活する話ですけれども6年目に売ったらどうなるのというご質問頂い,いてますが先ほどの例ですとそもそも5年でこれ枠がいっぱいになる計算になっているので、まあ、あの6年目は投資できないんですね。 はい。あの、まあ、別にでも6年目に売却をいただいても、7年目にその枠が復活するというだけなので、まあ、そこは変わらないです。で、えっ、ー、と、まあ、年の初めの方に売ってしまうと1年持て余してしまいますかねということなんですが、これ、あの、理論上はそうなんですね。ただ、えっ、ー、と、ちょっとここ最終的にどうなるかというところは、また、あの、続報をお待ちいただきたいと思います。はい。まあ、そういったところも含めて今後、新忍者というのは戦略的な考え方も必要になってくるかなというふうに思っています。 はい。で、えっと、あと、ちょっと、まあ、あの、手続きのところとかもですね、いろんなご質問をいただいていますけれども、あの、現行 NISA 他社で持っているという方ですね、えー、新 NISA だけ楽天証券で持つことができますかということなんですけども、これ、あの、金融機関変更というお手続きはいずれにしても取っていただく必要があるので、はい。で、えっと、現行 NISA と、あとその新しい NISA というのは、あくまでも別制度として、えー、始まります。ですから、現行 NISA で、例えば A という投資信託を持っていて、仮にその、 前年から始まるるる新でで同じ投資資を購入ししたとととてもここれ資産ははちょっとガッチャンコすす一緒にすることはできないんです、ね、なので、まあ、制度としてはあくまでも別なのでその点はご注意いただきたいんですけれども今別の金融機関で NISA 口座を保有されている方は金融機関変更のお手続きをしていただく必要があるということをこちら覚えておいてくださいまたあの手続きのです、ね、ご案内などは楽天証券のホームページで、えー、させていただきますので是非このまま見ていただければと思っています。 で、えっと、まあ、積み立て NISA、1年間積み立ててそこで辞めてもその後 NISA 枠となるのでしょうかということですが、まあ、今の積み立て NISA、あの、まだ講座持ってないという方はもちろん今も、えー、今もというか、今年年内であれば解説いただけるので、積み立て NISA を、まあ、1年間で、今年制度としても終わってしまうのでね、どっちにしてもその資金を投資できるのは今年まで、2023年までになりますけれども、まあ、その後新 NISA 講座は自動的に解説されますので、もうすでに新 NISA を睨んで、えーニーサ 講座開設されたいなという方は今のうちに積立てニーサなり一般ニーサの口座開設のお手続きを取られた方がまスムーズかなという気はいたしますで実際そのニーサ口座を使うかどうかというのはまあ、これあくまでも口座非課税口座という権利が皆さんにあるだけのお話なので、まあ、使っても使わなくてもそれはどちらでも結構です はい。で、えっと、損をしてしまったときはどうなりますかということなんですが、あの、とてもいいご質問ですね。えっと、損益通算できないというふうに、あの、先ほどご説明いたしましたけれども、損をしたらそのままなんです、兄さんの場合は。 ですから、まあ、やはり、あの、非課税メリットというのが享受いただけないだけでなく、えー、こういう損益通算みたいな切り札も使えないので、損が出てしまってもずっとその損失が発生した状態ですと、まあ、ある意味もうそうままにせざるを得ないんですね。回復するのを待つか、あるいは、えー、まあこの後ご説明します、積み立てなどのテクニックを使って、価格が下落したところで購入したりとか、まあ、そうした、こう、ちょっと、なんていうんですかね、あの、手を打っていただくという必要はあるかなと。 いうふうに思います。 で、えっ、ー、と、そうですね。まあ、積み立て NISA で今年まで投資イン買ったとして、2043年には売った方がいいのですよね、ということで、今のその積み立て NISA ですとか、一般 NISA の非課税で持てる、保有できる期間、タイムリミットというのはそれぞれあるんですが、あの、そうです。えっ、ー、と、その年までには売却しないと終わってしまうので、えー、それは必要です。ただ、あの、そこまで待たなくても別に構わないです。特に一般 NISA はもうあと5年しかないので、しかるべきタイミングというか、まあ、ある程度利益が出ていたら、 その時点で今の認査講座も終わりにするとかまあ、そうした判断は別に取っていただいてもいいかなと思います はい。では、えー、ご質問またちょっと飛ばしてしまったものもあるんですけれども、また見ていきたいと思います。この後はですね、積み立て投資の心得ということで、ここでまああの株の話なんかもこの後もさらに出てきますけれども、結構投資信託と株式で積み立て考えなきゃいけないこと、共通している部分も多いんですが、株ならではの考え方というのもありますので、せっかく今日はこの新 NISA というテーマで成長投資枠は両方保有できますから、両方今日はまるっとお話ししたいと思います。 はいまあ、そもそも積立投資なんですけれども、もう皆さん結構おなじみかなという気がします。分散投資まあ、いろんな形があるんですけれども、時間分散を自動的に実現できるのがこの積立投資です。現行の積立 nisa というのは積立投資が前提になってますので、あくまでもこの積立で購入すると資産を積み上げていくのが前提となってます。で、新入社になりますと。 成長投資枠に関しましては、この一括投資というのも選ぶことができます。で、もちろん両方併用いただくこともできます。一括投資というのは、ある一定時点でまとまった金額で購入をする方法ですね。で、一方で積み立て投資というのは、これちょっと投資信託を原則としているんですけれども、ある一定の間隔で一定の金額ずつ同じ銘柄を買い付けていく。これが今の原則考えられている積み立て投資なんですね。 はい。積み立てにさ、まさにこれです。右側を皆さんは、あの、すでに持っている方が実践されているというイメージです。えただし、これがですね、株の積み立てになりますと、実はもう一つ積み立ての方法をお選びいただくことができます。はい。今ご紹介した一定間隔で一定の金額を積み立てるというのは、 低額購入法と呼ばれるものです。別名ドルコスト平均法というふうにも呼ばれます。で、実は株の場合は低量購入法という購入の方法も選べます。 はい。株数指定というふうに言われるんですけど、これがまあ定量購入という考え方です。で、どう違うかというところなんですけれども、これもちょっと答えからお話をしますと、ドルコスト平均法のメリットを享受したい。つまり、まあ、リスクをなるべく減らすというかですね、時間分散のメリットを享受したいということであれば、基本的には定額購入法をお勧めします。つまり、今の積立 NISA の買い方ですね。こちらをお勧めします。一方で、 株の場合は単元という考え方があります。日本の国内株の場合ですと100株というのが1単元になりますけれども、この1単元を保有していないと株主優待の権利が得られないんですね。ですから、定量購入法というのを株で選ぶ場合は、例えば配当を受け取りたいとか、あとは株主優待を受け取りたいという場合に、 一定の株数をゴールにして積み立てていきたいという場合は、この定量購入法を選んでいただいても、 いいと思います。ちょっとこの例でお示しをあのしているのはですね、定額購入法の方があのメリットが出るような結果的に形になっているんですけれども、ちょっと見ていきます。株価が、まあ、1000円で始まったものが1500円になって500円になって,て1000円になったと、まあ。こんなちょっとジグザグの,あの株価の推移をしたと仮定します。えー、で定額購入法の場合は1万円ずつ仮にこれ買った場合、えー、購入株数はその、まあ、月、 単位とかですね。まあ、これ、週とかでもいいんですけれども、で、変わってきます。1万円だった場合、まあ、これ1万割ることの1000で10株になりますね。で、同様に、株価が1500円まで上がりますと、購入できる株数は6.7株に減るので、まあ、こんな感じで、えー、仮に4期間、えー、継続したと仮定して、合計株数は46.7株になります。500円に株価がこの3つ目の起点の時に下がっているんですよね。 この時にちょっとお得に買えたというイメージです。結果的に平均購入価格は856.5円になっているということですねで。一方で定量購入法の方ですが、ここは毎月10株ずつ買っていくよというイメージです。先ほどちょっとあの単元は100株ですというお話をいたしましたけれども、例えばこの方が、 株主優待を受け取りたくて、なんとかその単元に行きたいと。まあそうすると、10株ずつ買っていけば、計算上は10ヶ月で100株になりますよね。えー、厳密には株主優待の権利というのは、もちろんその権利確定とか、その月で、あの、いつまでに間に合わなきゃいけないといったようなものもあるので、そちらは、あの、銘柄によってご確認いただきたいと思いますけれども、計算上、頑張って頑張って10株か10株ずつ毎月買って、10ヶ月で100株になりますから、まあそういうゴールを設定して積み立てた場合です。 その場合、今度、購入額が毎月変わってきます。株数は変わらないんですけれども、株価が変わってるわけですから、これは掛け算になりますね。例えば、株価が、まあ、これも、あの、考え方としては同じになりますけれども、はい。当然、株価が上がった時というのは、購入額が大きくなるというイメージです。で、合計株数は、これ、毎月10株ずつ買ってるので、4期間終わったところでは40株になります。まあ、平均購入価格です。こっちですね。まあ、こちらが、結果的にその、買ってる株数は40株。 なので平均購入価格はまあ1000円と。 いうことです。なので、この例の場合は、やはりそのドルコスト平均法の方がお得になっているということなんです。でこれまあ一般的に、証券業協会のホームページとかでも似たような例が紹介されているんですけれども、一般的にはこのドルコスト平均の時間分散効果を享受するためには定額購入法の方がいいと言われています。ですから、迷った場合は、まずこっちを選んでいただいてもいいと思いますし、投資信託と同じ買い方の方がわかりやすいという場合は、統一いただいてもいいと思います。 ただ、優待ですとか、配当ですとか、まあ、あの一定のそのゴールを定めて株数を保有したいという場合、株式投資をされる場合は、定量購入法というのもお選びいただくことができます。 はい。で、これは、あの、先ほど冒頭でちょっとご紹介をしました株ミニも併用いただくことができます。単元未満株ですね。もう併用いただくことができますので、購入を検討している銘柄によっては、非常にその株価が高くて、ちょっとなかなか単元で手が出ないという場合、こういうふうに10株ずつとか、あの、お選びいただくことはできます。ただし、えー、単元未満株は、あの、通常のその株式とは違って、ちょっと所定の手数料などはかかりますので、そちらはぜひ、あの、購入を検討 すすする際は改めてご確認いいいたたただきたいと思いますでまた株ミニですねこの単元未満株ですけれどもあのリアルタイムで取引できる銘柄もありますしであとその寄り付きが基本にはなりますけれども1,600銘柄程度今はお選びいただくこともできますので株価が高くてなかなか手が出ないとか、まあ、そういったものもちょっとご参考までにこれも楽天証券のホームページにどれがあの単元未満株で購入できるかというのも載ってますので是非見ていただきたいと思います。 で,ですね。えー、まあ、あの、この考え方でちょっと引き続き見ていきたいと思うんですけども、これはもしかしたら他のあのセミナーなどご参加いただいた方は、あ、ちょっと見たことあると思われるかもしれないんですが、えー、これ何度やっても間違える方がいるので、えー、今回もちょっと積み立てのお話の中で、ちょっとこのクイズを。 ぜひお出ししたいと思います、えー。ヒントはもうすでにお出ししました。ドルコスト平均法ですね。の考え方です。で、これは低額で購入した場合を想定してください。はい。同じ期間、まあ5期間、ちょっと半略化していますけれども、5期間を想定して、で、価格が全部100で始まったと仮定します。えー、5期間積み立て、同じ額を積み立てたとして、えー、最終的にリターンが高い、一番高いのはどれでしょうか。で、もし、ちょっとチャレンジできる方は、 高い順に並べ替えてみてくださいということです。これは投資信託を選ぶときにも、この考え方が頭に入っていると非常に選びやすくなりますし、株式投資をする際も、このまあ形状ですね。全体保有資産の今の利益の状況というのがどうなっているのかというのを、この形状で捉えられるようになると、えー、まあ大きな損失にこう、あがくようなこともなくなりますし、積み立てをどのタイミングで、えー、まあ例えば辞めるとかですね、売却して、 して、お金を使うっていう方に舵を切るとかまあ、そういう判断もできるようになると思います。で、えー、っとどうでしょうね。皆さんこれわかる方いらっしゃるでしょうか？ちょっとあんまり答えが入ってきてないんですけれども、ちょっと待ってみましょうかね。はい、えまあ、a はあのー？ 100から始めて、えー、最終的にもうずっと右肩上がりで上昇したという場合です。140まで上がってますね。で、B の方はこれも100から始まっているんですけど、ちょっと目盛りが下に行ってるので、一瞬わかりにくいかもしれないんですけど、これは残念ながらどんどん下がっちゃってるんですね。で、かなり極端な数字を用いてはいますけれども、3ヶ月目で20まで下がってると。 でただ、なんとか頑張ってその後持ち直して50まで持ち直しましたというのが B です。で一方 C も残念ながら始まってからこうガクッと下がってしまってるんですけども、なんとか60で食い止めましたで。最終的に100まで戻しましたというパターンですね。ふーっと。 なってると思います、ファンドマネージャーは。で、そして D です。これは100から始まって順調に上がってるんです。まあ A と同じ140まで一気に3ヶ月目で上がりました。ただ、残念ながらその後下がりまして、結果的に最初のスタート地点の100まで落ちたというパターンですね。はい、どうでしょうかという。結構ちょっとあの短い期間で極端な数字を用いてますが、形状で見ていただきたいので、ぜひお答えいただきたいと思います。あ,ありがとうございます。あの、いっぱいいただいてますね。あ結構皆さん、バラバラですね。 はい。ちなみにこれ余談なんですけれども、海外でも実は同じようなこれ、積み立てのお話をしていまして、直近マレーシアでもこのセミナーをやったんですけれども、なかなか正解する方がいなかったんですね。はい。ありがとうございます。あ、合ってる方いるかなあ、今のところいないかなちょっと見ていきましょうね。はい。ちょっと惜しい方いますね。はい。答えはこれです。BCAD です。 はい。いかがでしょうかあの、A をやっぱり一番最初に、あの、高いと思ってる方が直感的に多いのかなという気がします。間違ってはいないんです。A もリターンは出てます。18.3%です。で、ただ、一番良かったのは B なんですね。はい。これ、下がってるんですけれども、先ほどもちょっと見てきましたね。あの、下がった時にお得に変えてるっていうのが、実はこれ B、大きなポイントなんです。で、また C に関しても、あの、 ガクッと始まってから下がってしまってるんですけども、下げ方が B ほど大きくなかったんです。ですから、お得度が B ほどなかったっていうのがまあ C です。ただこれも別に合格は合格なんですね。で問題は D なんです。 で、これ、ご注意いただきたいんですけれども、実は D の罠に陥る方って結構多いんです。パッと見で D が悪いというのは多分皆さんなんとなく分かってらっしゃるのかなという気がします。お答えでやっぱり D を一番最後に持ってきてる方が多いんで、なんとなく皆さん、ここは分かるのかなと思うんですけれども、ただ現実にはここで怖くなって積み立てをやめてしまう方とか、えー、投資をやめてしまう方っていうのは現実には多いんですね。どういうことかというと、心理状況として、えー、最初に始まっ でまあ、非常ににその順調に来てるとただ、それで、下がるとやっぱり怖くなるんですね。で下がって、なんとかその、まあ、全体的に0になってそうな感じですね。100で始まって、結果的に1回上がって、戻ってるので、100まで。だこれだったら、なんとなく、損が出てないような風に見えちゃうんですね。錯覚なんですけれども、ただ残念ながら、積み立ての場合は、これ2と3の高いところでも買ってしまってるので、結果的にマイナスになると。 これ先ほど積み立ての最初のところでお見せした一括投資の場合はゼロなんです、もちろん。100で始まって100で終わってるので、一番最初の時点で買って、まあ何もその後上がって下がっただけっていう感じなんですけども、積み立ててるとこれが裏目に出るということです。詳しく見るとこんな感じです。はい。A は、まああのなんかこう、 縦軸で誤魔化されてるという方いらっしゃるんですが、現実には皆さん見るのは、これ軸って、あの、どこで見てもそうなんですけれども、こういうふうに調整されちゃうので、形状で見てくださいっていうふうに申し上げてるのはそういうことなんです。ぜひこういうのを見る目を養っていただきたいと思います。はい。まあこれはあの、なので軸がどうこうというよりは、本当に形状で見ていただきたいんです。で、A はあくまでも結果論として一括投資を選んでた方が良かったねっていう場合なんですけれども、これわからないので、まあですから別に A も、 あの合格点を全然上げて構わないんですね、はいまあ、見ていただくと上がってるのでどうしてもその購入できる口数は下がっちゃってるねっていうのが A ではあるんですがトータルではプラスです。でまた B 何でこれが良かったかというと、まあ、やはりその辛抱強く続けたということです。下がった時でもなんとか踏ん張ったということ。で B あともう一つ大切なポイントがあります。 戻りきらなくてもリターンが出ているということなんですね。B は100で始まって最終的に50までしか戻りませんでした。これ一括投資の場合ですとマイナス50%になるんですけれども、積み立てを続けていたことによって下がった時にも買うことができているので、結果的にプラスになったと。これが積み立てのからくりでもありますし、先ほどもご紹介したドルコスト平均法の威力が発揮されるのは B みたいなケースですね。 で、また C も、これも悪くはないんですね。あの B ほどではなかったというだけであって、一括投資をしていたらゼロだったものが、これも結果的にリターンが出ているという点では十分合格です。で、また D ですね。これが錯覚を起こしやすいパターンです。 あの、上がってると、とてもこう、利益が出てるように見えるんですが、その利益は確定されたものではないということ。で、また、積み立てにおいては、どうしても価格が上がるときというのは不利になりますので、その後下がると、えー、結果的に高値掴みにしてしまったという結論になりますので、はい、ここは気をつけていただきたいと思います。はい、まあ、不思議だなというコメントがいただいてますけれども、B のパターン結構あります。 はい。あの、これ結構極端な数字を用いてますけれども、何度も申し上げるように形状なんですね、これは。で、えっと、投資信託とか、あの、株でももちろんよくあります。まあ、半値戻しとか言われたりもしますけれども、一回大きく下がって何とか頑張って戻すみたいなケースは結構あるので、B はもしかしたら、もしすでに投資信託をお持ちの方とか、えー、投資経験のある方、見たことあるっていう方もいらっしゃるかもしれないですね。はい。不思議なんですけれども、積み立てのからくり覚えておいてください。1個は、まあ、やはりその下がった時でも、 貧乏強く続けられるかということと積み立てをしていればまあ、半年戻しの状態でも利益が出る可能性が十分残されているということだから積み立てをまずは選んでいただくと選んでいただいた方がいいまあ、よく言われるのはこういう理由からなんですね はい。で、まあ、やはり、どうしてもこういうのを見ると、下がる株を買った方がいいんですかというご質問すでにいただいてますね。下がってから上がりそうな株を買った方がいいということですかということなんですが、とても、あの、鋭いご指摘だと思います。はい。えっと、今から下がりそうな株って、これを見つけるのは極めて難しいです。ですから、イメージとしては、最終的に上がればいいんですね。これ、A、B、C のパターンもう一回見てください。最終的に上がってるんです、全部。ただ、 まあ、上がり方とか、その、上がるタイミング、復活するタイミングに若干ばらつきがあるというだけで、赤い矢印が引いてある3つのグラフは最終的に上がってるんです。これがポイントです。株にしても、投資信託にしても、 積み立てを行っている場合は、最終的に上がっているところでやめる。これが重要です。D みたいに下がっている時にやめると、えー、どうしてもこう、含み損が出てしまうリスクが高くなるので、ここをご注意いただきたいという点なんですね。 はい。で、えっ、ー、と、個別株の場合も持ち続けた方がいいのでしょうかということなんですが、やはり、あの、積み立ての場合は、この原理原則をどちらかというと従っていただきたいと思います。で、損切りするラインが分からずということなんですが、ここは、まあ、なので、やはり、NISA の場合は、損を切ったところで、その損失が確定して終わるだけなんですね。えー、どうしても、あの、まあ、 損益通算とかができないので、まあですからそこを損切りと捉えるかどうかというのは結構これどの講座で持ってるかによっても今変わってくるかなという感じもしますね。はい。で、ご指摘、ご質問というかコメントいただいてますね。D はそのまま続ければ C になるということで、まさにその通りなんです。D は何がいけないかというと、このタイミングでやめてることがいけないんです。ですから D ももちろんこの後 C のような形状をたどるかもしれませんし、あるいは B とか A みたいにぐーっと上がっていく可能性もあるんですね。 ですから、積み立て続けてくださいというふうによく一般的なメッセージとして出されるのは、どうしても心理的に D みたいな状況になるとやめてしまう方が一般的に多いので、やはりそういうメッセージが増えてくるということなんです。ですから、まあ最終的に上がる。 ここがポイントですね。はい。ぜひ、えー、覚えておいていただきたいと思います。まあ、楽天証券で辛抱強く続けることですね。ということで、ありがとうございます。まさにそういうことなんですね。で、えー、まあ、あの、これ、本当に株でも投資信託でも共通した考え方ではあるんですけれども、株式の場合は、やはり先ほどお見せした通り、もう一つ、定量購入法という、あの、購入の仕方もありますので、そもそもなんで株式投資をしたいか。 成長投資枠で株式投資をしたいかという、ちょっとそこの動機に合わせて、ここは検討いただきたいと思いますで。楽天証券の場合、株積みですね。こちらは、あの、こう積み立ての頻度というのをお選びいただくことができます。まあ、日付でしていただくこともできますし、株の場合は曜日でしていただくこともできますので、でこちらもお好みに合わせて、えー、定額なのか、定量なのか、株数指定なのか、まあ、あとその金額指定なのかというところで、えー、ぜひお選びいただきたいと思います。 繰り返しになりますけども勇退、まあ、こちらを検討されている場合は定量で管理された方が分かりやすいかなという気はしますただ定額でももちろん株数が貯まればきちんと到達すればですね優待を受けることはできますのでそこは是非ちょっと検討されている銘柄と合わせてこの購入の方法も是非選んでいただきたいなと思います。 はい。ではですね、ちょっと最後に株式と投資信託であったりとか、そのタイプ別の組み合わせ方についても触れておきたいと思います。今までお話をしましたのは時間分散の考え方です。え分散投資が重要ですということをよく言われますが、これは2つの種類の分散を実現することで、初めて、まあ、理想の形に近づくということですね。時間分散は積み立てをやっていただければ、基本的にもうそこで実現できます。で、投資するタイミングをこれ複数回に分散させると。たまに 勘違いされている方がいるのが特定の銘柄なり投資信託をずっと持ち続けること寝かせることを時間分散ってたまにちょっと考えている方もいるんですけども積み立てみたいな考え方がやり方が時間分散ですねそこはちょっと誤解のないようにしていただきたいと思います一方でなかなかこれできてない方が多いのが資産分散なんですね値、えー、動きの異なる資産を複数の資産に分けることまあ、保有することで資産分散というのは体現できます で、どういうことかというと、どうしてもですね、あの先ほどのこういろんな価格の形状を見ていただきましたけれども、やっぱり上がってるものとか、自分の過去の成功体験がですね、 頭をちらつくんですね。そうすると似たようなものを買いたくなる。これも結構心理的に起こりやすいことなんですで。そうすると右側の資産分散というのは放棄することになっちゃうんです。ともするとリスクの上塗りになるということ。これはぜひ今一度ですね、今保有されているものを振り返っていただきたいなというふうにも思います。資産分散を実現したいなら、つまり、ま、いつお金を、こう、が必要になってもいいように、 しておきたいなら、時間分散と資産分散は同時に行っていただいた方が良いです。えー、で、まあ、あの、異なる性質の資産を組み合わせてくださいという、これも本当口酸っぱくなるほど、いつも申し上げているんですけども、なかなかできない。 っていう方が多いんで、ちょっとあの、図式化して、これをお示ししたいと思います。おそらくですね、今あの、一般 NISA をされている方ですとか、あとは海外 ETF、あの、VT とか VTI とか、あの、全米株式、全世界株式、こういったものを保有されている方、積立 NISA で SP500 のインデックス、全世界を持ってらっしゃる方というのは、基本的にご自身の資産はオレンジのところに寄ってると思ってください。これは、あの、グロースという、まあ、あの、成長期待が、 の、こう、ちょっと塊のようなインデックスなんですね。ですから、オレンジのところ、つまり、景気回復期に主に力を発揮する、まあ、ちょっと主役級の資産なんですね。一方で、えー、特に昨年から今年の、まあ、前半ぐらいにかけて、今年のそうですね、春先前ぐらいまでにかけて起きたのは、結構この景気交代懸念というのが出てきたことによって、青い枠のところの資産が、まあ、 非常に力を発揮した時期というのがありました。その時、このオレンジのところで元気がなかったんですね。つまり、この景気回復期にリターンが期待できる資産と景気交代期にリターンができ期待できる資産って補完関係にあるんです。景気回復期のこのオレンジの部分というのはずっとこの主役級に輝いてた時期が長いかったんですね。2007年ぐらいから、まあ、あの、今、こう、一般的には2021年までこのオレンジの時期が続いてたというふうに言われています。で22年は明らかにこの景気交代 まあ、あの、水色のこの枠のところに入っていたんですけれども、今がまさに過渡期。どっちに今後触れるかというので、結構いろんな見解が割れているところなんですね。まあ、そういう場合は全、両方とも丸っと持ってた方がいいというのが結論です。プロの投資家。えー、例えば、機関投資家と呼ばれるようなプロの投資家とか、ファンドマネージャーとか、あの、もちろんその運用している資産によっても若干違いはありますけれども、プロの投資家はこの青い部分。 これも必ず一定割合は保有して、リスクをコントロールしながら運用しています。まあ、景気交代期にリターンが期待できるっていうと、なんかこう、ちょっとイメージがつきにくいかもしれないんですけれども、オレンジ色のところの資産が主役級の、こう、俳優さんとか、主役クラスの方だとしたら、 水色のところというのはこうバイプレイヤーみたいなイメージですかね。脇役でこうやはり力を発揮する方っていらっしゃると思うんですけど、そんな風にイメージしてください。比較的取り入れやすいのは後輩当関連です。これはあの個別株でも後輩当。 あの、ありますし、投資るなんかでもいろいろご紹介をしていますけれども、まあこういったもの。あとは、もし投資信託とか ETF で検討するのであれば、金も一般的に、あの、この水色のところに当てはまる資産になります。金はどうしても、あの、安いか高いかで判断される方が多いんですが、これはプロの投資家の世界だと常に保有しているような資産になるということですね。割合的には、もうすでにこのインデックスなどを通じてグロースの資産を持ってらっしゃる場合は、まあ全体の割合的に 3割ぐらいをこの水色のところに入れておくとでなおかつその積み立てとかも一部で積み立て投資枠とかでやっていただくと非常に全体として資産分散時間分散のバランスが取れて理想的なポートフォリオにはなりますでまあなんでこんなことを申し上げているかというとまあ、私からのこれは 結構最後のメッセージになるんですけれども、やはりあの新 NISA の制度概要のところでお話をしましたように、新 NISA は金額が大きくなるというのがまず一つ。で、また資産を売却しますとその枠が復活します。つまりエンドレスに使えるようになるわけですね。ですから、使いながら増やすというのが前提になります。でこれは当然そのまだお若い方 20年経ってもまだまだお金を使う場面が訪れそうな方というのは、やはりこの分散投資というのをしっかり意識していただきながら、お金が必要になった時に困らないようにしていただきたいと思います。ですので、あの、自由度が高まる反面ですね、他の人がやってることを必ずしも真似できなくなるというか、まあ、それだけでは理想のその新兄さんの使い方にはならないということは、ぜひぜひ覚えておいていただきたいと思います。 はい。で、えっと、そうですね。まあ、いろんなご質問いただいております。ありがとうございます。はい。あの、積立投資。やはり、あの、始めるタイミングご質問いただくことも多いんですけれども、50代でも間に合いますかということも全然問題はないです。ただ、5、えー、年齢でちょっと、あの、必ずしも区切れないところはあるんですけれども、今まであまりこう、資産形成をしてこなかったという方で、40代とか50代の方というのは、ちょっとゴールを意識しながら、積立額を少し多めにするとか、あとは成長投資枠の一括投資の部分も併用い いいたただだくくなどししてて工夫していただく必要はあるかなとい。う気がしますはいちょっとここもですね、ぜひ、あの、また、投資ルなどでも取り上げたいと思います。はい。で、えっと、そうですね。はい。あの、今の NISA は使えない投資信託があるのでしょうかということで、これも良いご質問です。ありがとうございます。あの、今の積み立て NISA は、えー、やはり、あの、長期分散。 で、積み立てに適した商品というのが原則になってますので、基本はインデックスファンドが中心なんですね。はい。で、あの、新 NISA に関しましても、積み立て投資枠は基本的にその長期分散。で、なおかつ積み立てに適した投資信託が、えー、原則になります。そこは変わらないんですけれども、えー、成長投資枠のところはより幅広い投資信託が対象になります。で、この中には、当然新興国に投資をするようなものもありますし、特定のテーマに傾斜させて運用を行うような ももののありますのでこうしたものは必ずしもですね、こう皆さんにちょっと万人に向いてるかというとそういうわけではなくて、やはり価格変動が大きくなるようなものもありますので、ご注意いただきたいと思います。はい、ありがとうございます。あの、50代からの投資をも聞きたいですということで、ありがとうございます。これはあのぜひリクエストとしてちょっと、あの、しかと。 えー、お聞きしたということで、ちょっと何らかの形でぜひ実現したいと思います。はい。あの、50代の方の場合は、やはり、こう、ゴールをちょっと意識しながら、資産形成、新2差を使っていくという戦略も必要になってくると思いますのでね。はい。ありがとうございます。あの、連続増配株を買い続ける方がいいのかな、シニア投資家の方はということで。はい。そうですね。あの、それも一つの戦略だと思います。あの、増配株、今日ちょっとあんまり個別のところは見ていかなかったんですけれども、まあ、増配株というのは結構、その水色のところ に近い先ほどのですねものではありますけれどもまあ、非常にその底がたいというかあの値動きをするものというふうに言われているんですがまあ、こういった手堅くですねはいやっていただくというのも一つの方法ですねはい水色のところインデックスみたいなものもあるのでしょうかということであります はい。高配当は特に ETF もありますし、個別の株式の銘柄を選んでいただくこともできますし、投資信託もあります。はい。これ、積み立て投資枠でも実は選べます。投資信託に関しましては。ですから、実は高配当って、やっぱりこう、 脇役というか、影にちょっと追いやられやすいんですけれども、選択肢意外とありますので、ぜひ、高配とって検索するだけでも出てきますのでね、ぜひ、えー、見ていただきたいと思います。で、やっぱりご質問多いのは、積み立てとい、あの、両方やる方がいいんですかということなんですが、理想は、まあ、積み立て、投資枠のところで土台を作っていただいて、成長投資枠にチャレンジいただくっていうのが理想ではあります。 はい。ただ、まあ、やはりその、資金的な制約であったりとか、あの、あるいはその5年で目指すところによって、ここ戦略というのは変わってきますので、決して、 強制ではないですが、まあ、やはりその積み立てというのは、今日積み立てのこのセオリーのところでお見せしたようにですね、失敗しにくい投資方法ではあるんですね。ですからこれから、あの、まあ、あまりこう投資経験がなくて、まさに新人者をきっかけに始めたいという方は、やはり積み立て投資枠で、これもよくあの、投資るですとか、あといろんなところでコメントをしていますけども、基本はなるべく分散されたインデックスファンド、 全世界株式などのインデックスファンドでコツコツと積み立て投資枠のところから始めていただくというのが最初のもうファーストステップとしてはそれが理想かなという気がしていますね。はい。あの、まあ、やはり20年後45歳。その頃はまたきっと制度が変わってると思いますというご質問です。あの、本当そうですね。ありがとうございます。これもとてもいいポイントだと思います。えー、まあ、あの、実は 冒頭でもお話ししましたように、イギリスも10年経って、その、アイサという制度が変わっていったように、日本もニーサの原型は2014年に始まっていますし、まあ今もその制度はあるわけですけれども、10年の時を経て、これだけ制度が変わっているわけです。で、今後も、もちろんその、良い形で改良されることは十分に考えられると思います。現に、今、あの、 一般 NISA というのも、今までこそ120万円でしたけども、これも金額ね、もっとちっちゃかったですし、積み立ニーって NISA というのも2014年始まった当初はなかったですから、基本的には改良されてるので、まあ良い方向に変わっていくというふうに、こう思っていただきたいなと思いますね。はい。で、えっ、ー、と、新 NISA で再投資、後輩ともらって、福利の力を使えますかというのもあります。これも戦略の一つですね。はい。 で、あの再投資、後輩と、ま、あの、こう、福利の力を使うために、やはり後輩とを選ぶというのも一つの方法だと思います。今の現状のその一般ニーサですと、どうしてもこう、枠を食ってしまうっていう考え方になっていたんですけれども、えー、新ニーサになりますと、そもそもの額も、非課税枠の額も大きくなりますし、まあ、あの、ば、売却すれば復活するっていうのもあるので、よりその後輩等の、まあ、福利戦略というんですかね、後輩等株戦略、現物株式でも結構ですし、 あの、ETF とかでも結構なんですけれども、そういう戦略が取りやすくなるのかなというふうには思います。はい、ありがとうございます。あの、そうですね、いろんな感想もいただいてますね。はい、そうですね、積み立ては、まあ、SP かオルカンカットケアっていうようなコメントもありますけれども、個人的にはオールカントリー、あの、まあ、ないしは、あの、 全世界株式をお勧めしています。あの、米国株って本当にあの、スポットライトがこの10年ぐらい、まあ、異様なまでに当たってるので、えー、どうしてもそこにこう、目線が行きがちになるかなと思うんですね。で、非常にその市場の特定の上位の時価総額、上位銘柄に、やはりこう、すべてのある種時価総額も富も集中しているような状態なので、ちょっと今、 特殊な状態というか、特異な状態といえばそういう状態なので、個人的には、あの、割安に放置されているような地域とかも、網羅しているものも、 えー、押さえといた方がいいかなという気はしていますね。ありがとうございます。日経平均の投資信託はどうですかということで、ちょっと、まあそうですね、この辺を最後のご質問にしたいかなと思いますが、えー、これもぜひ、投資ルにコラムも書いてますので、お読みいただきたいと思うんですが、日本株に関しては、えー、日本株と、あの、日経平均トピックスのインデックスファンドも ETF もありますが、個人的には個別株かアクティブファンドをお勧めしています。なぜかというと、まあ今日も、あのコメントでもいただいてます。SP500 ですとか、米国 株式ほど市場のこう、まあ、集中度合いというのもそんなに高くはないんですが、まあ、全ての情報がインデックスに集,連集約されてないんですね。なかなかその時価総額の銘柄、時価総額上位銘柄って日本はそんなにこうドラスティックには変わらないんですよね、アメリカほどで。これは何を意味するかというと、超過収益を獲得できるチャンスが日本株の方が大きいと。 いうことなんです。で、実際にこれは、あの、投資信託を見てもそうですし、分析をしてもそうなんですね。ですから、日本株の場合は、個別株かアクティブファンドをお勧めしますので、まあ、もし、この新 NISA をきっかけに株式投資してみたいという方は、もちろん、日経平均とかトピックスのインデックスファンドも、あの、否定はしないんですけれども、ぜひ楽しみながら、こう、ちょっと銘柄も選んでいただくといいのかなというふうに思います。ありがとうございます。 はい。というわけでですね、ちょっとあの、たくさんご質問をいただいているんですが、お時間が来てしまいましたので、今日はこのあたりにさせていただきたいと思います。今日いただいたご質問、ぜひ参考にさせていただきながら、当シるなどでも情報発信をしてまいりますので、引き続き、えー、ぜひ楽天証券のホームページで新 NISA の情報を追っていただければと思います。ご清聴いただき、ありがとうございました。